ソポトの市街風景、ソポトは、ポーランドの都市、ポモージュ県に属する。人口は、約4万人。面積は、約17キロメートル。ドイツ語では、ソポト。バルト海に面する観光都市。国内外から、多くの観光客が訪れる。ソポト国際音楽祭も開催される。大都市であるグダンスクとグディニアの中間に位置しており、両都市まで、約10キロ程度。 三つの都市をまとめて、トロヨミアストと呼ぶ。ポーランド王国領だったが、第二次ポーランド分割によって、プロイセン王国領となった。19世紀より観光地として発展し、20世紀初頭には、ドイツ皇帝ビルヘルム2世も訪れた。1919年より、ベルサイユ条約に従って、ダンツヒー自由史に属することになった。 第二次世界大戦に際して、ナチスドイツに併合された後、ソビエト赤軍の攻撃を受けて、街は荒廃した。戦後も観光地として発展し、バルト海随一のリゾート地として、毎夏多くのバカンス客が、ポーランドのみならず、ヨーロッパ各地からやってきて滞在する。周囲も多くの観光地に恵まれており、ポーランド観光の起点としても使われる。夏の終わりには、 ユーロビジョンに並ぶヨーロッパ最大規模のインタービジョンが開催される。この他にもヨーロッパで最大かつ最長の観光桟橋、そこと桟橋やユニークな外観をした商業施設、串火止め区などがある。ありがとうございます。